こんにちは、皆さん、トラミです。この動画は猫ちゃんの性格がどうやって決まっていくかナンバーワンです。猫ちゃんを愛する人の参考になれば嬉しいです。先天的な影響でパパ猫の性格が強く影響すると言われているそうです。特に友好的なのか友好的でないのか、私びっくりしたのですが、友好的でないパパ猫から友好的な猫は生まれないらしいです。パートナー猫ちゃんを選ぶとき、パパ猫にも会ってフィーリングを確認できればいいですね。猫の性格が形成されていく要素に社会化期、生後約2ヶ月。この時期に人間にしっかり関わった猫ちゃんは人懐っこい子に育つそうです。動物愛護法で生後56日は譲渡できないとなっています。つまり多くの猫ちゃんは社会化期の大半をブリーダーさんのもとで育つことになります。どんなブリーダーさんなのかもとても大事ですね。保護猫ちゃんに人間に対して強い警戒心を持っている子がいますが、もしかしたら、と思うと悲しくなります。室内外の猫ちゃん、屋外に出入り可能な猫ちゃん、人間のライフスタイル、価値観、事情などで猫との暮らしは様々ですが、後天的に日々の暮らし方、猫ちゃんとの関わりによっても性格に変化が起こることもあるそうです。室内外の猫ちゃんの方が甘えん坊で好奇心旺盛に、スリルのない環境の中で飼い主やその他のことで刺激を補うそうです。また愛情をしっかり注ぐことで大人になった猫ちゃんにも性格の変化が起こることもあると。一緒に時間を過ごしていくことが大事ってことですね。私も頑張る。